はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ダークソウル続きをやっていきたいと思います。今混沌の娘のところに、転送してきたところで、ここからデーモン遺跡に、向かうことになります。こっちでいいんだっけ。一回ちょろっとね、最初の方に覗き見はしたと思うんですけど、こっちか。進んでいきましょう。やっぱね、超ワイト加護を装備してからだいぶ楽になったよね。ヒットポイントとかもすげえあるんで。で、なおかつ、あれ、ここにも、デーモン遺跡のあれがあるね。ここちょっと、ブックマークしときますか。で、そこから、なんか、ただれたものみたいなのが、減った。結構減ったな。飛び降りの、落下ダメージ。こっちへ向かって行きましょう。逃走。そう、なんかね、逃げるとね、落ちるんですよね、ボスが。で、このまま進んでいって、まっすぐ進む感じでいいのかな。エストピン飲んときたい気もするんだけど。メッセージはちょっと見とく。安全地帯。あいつなんかうごめいてるじゃないですか、前に。あいつがねいるんですけど、ちょっとスタミナを維持しつつ、こっちへ行って、これを取ると黒禁止シリーズ、ただれ続けるもの。おお、あちゃ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 。ちょっと逃げたい。まずは逃げたい。こっちの方に逃げよう。おお、今一瞬なんか見えたね。あー、しまった。エスト、ひもりめの魂があったから。あれ、どこだ、こっち。エストビンを強化してくればよかった。これ倒したら戻ろう。一回どこまで戻んの、どこまで逃走するんだっけ。とりあえず最初のとこまで逃走しよう。で、ここまで来ました。攻撃します。てか普通に倒せそうだ。あ、偽。さようならと。ビクトリーアチーブ。これで溶岩が溶岩が引いて先へ進めるようになるのか。ただ溶岩はね、ダメージ食らうんで、まだ残ってる溶岩は。人間性と機関のコッペン。そうだね、どうしようか。2万円か。まあ、それなりですね。弱かったからね。だから最初の方にここに来て、クロッキン氏って結構優秀だったと思うんだよね。防御力そのものは低いんですけれども、黒金糸ちょっと鍛えたいな。炎耐性が高いんだよね、確か。魔法防御力も上がるし、まあ、強靭度は下がるけど重量低いのはいいな。ちょっと黒金糸2万円でどこまで鍛えられるかですね。ちょっと始まったところではあるけど、それを見てみよう。あ、黒金糸はそもそも鍛えられないのか。ユニーク系は、そっか、鍛えられないっぽいっすね。どうしようかな。黒金糸切ると軽くなるかな。それだけちょっと見よう。一回外して、黒金糸シリーズ、これ多分あれだよね、クラーナちゃんと同じやつだよね。
って3分の130か。いや、ちょっとだけ重いんだな。何が重い？なんか外す？大足が重いのか。いや、それでも大足軽い方ではあるな。銀騎士が5。銀騎士5か。これでどうなる ?29.1。お、軽い。軽いね。大足にすると多分重くなるよね。いや、そんなことない。どっちだ？あれ？わかんねえ。4分の1でしょ。4分の1だから117割る4。29.25。え、大足をちょっと外せばいいんだよ。だから、え、わかんねえ、軽い気がする。すげえ軽いわこれ。よし、これでいこう。まあ、ちょっときつくなってきたらまた上級騎士に。上級騎士じゃなくて普通の騎士か。で、上級騎士、上級騎士で、まあ、軽ロリはちょっとやっぱ上級者向けだからね。俺みたいな人は多少強靭度を上げてゴリ押す感じの方がいいんだろうな。上級騎士いけるかな。かけらと大かけが多分必要になるんだよね。1個ずつ並列して鍛えていこう。まあ、かけらはここで買えるから10個くらい買っとく。ここで全部2になって、3にするのが、ここで大掛けが必要なのか。大掛け結構あるな。でもあとはここくらい買っとく。で、上級騎士、3333で、大掛けが1個ずつだから4にはできるな。で、8個必要なのか。上がりがいいのがまず鎧だね、やっぱり。で、まあ、いっか、上から順番に行こう。よし、これで上級騎士60になったな。やっぱ騎士よりなんとなく上級騎士だよね。どっちがかっこいい？いや、でも上級騎士か。あんまりわかんないけど。よし、これでいきましょう。よし、中ローリングがいけんな。うん、これでいこう。じゃあまた戻ります。じゃあこっちの方ですね、溶岩が引いた後になりますので、進んでいきましょう。なんかね、なんだっけ、なんちゃら頭のデーモンが割とほらほらほらいるんだよね。で、まずはあっちのアイテム回収からしていきますか。やっぱり普通に行く分にはこの大竜河を使っていきましょう。せっかくだからね。あれ、いたな、発見されたな。おっ、やっ、あれ2発で倒せる、もしや。雑魚が、今となってはただの雑魚。あー、で、進むのはこっちだった気がするね。で、あそこにアイテムがあるから、あれを取っていきたいんだけど、
2体以上はさすがに相手にできないから、弓で1体ずつおびき寄せよう。ここら辺からいけるかな、アリスの弓であれば。で、なんか2人動いたな。ちょ待って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 、間違えた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 。2人来たら困るんですけど、だから分からんけど分からんけど、なんか適当に振ってれば倒せる。火力で押し切る。もうね、初心者はこれもうとにかくガチガチで固めて火力で押し切る。その上で練習していけばいいわけよ。なんかさ、すげえくろうとっぽいこと言ってるけどさ、全然適当だからね。適当初心者くんだから。で、大足の盾だね。やっぱ強武器を使おう。強い武器。いって、あちゃあちゃあちゃ、マジで、そんなに減るの？ゴリオス！よし。溶岩やべえな。え、あれ取れんのじゃあ。ちょっと待ってね。やばいやばいやばい。2人。こいつらさ、溶岩のところに来たらさ、死ぬとかないかな？絶対ねえわ。普通に歩いてきてるわ。うわ、開いてー。さすがに火力ある。ちょっと待って待って待って。撤退する撤退する。撤退撤退。エストを飲んで。いや、逃げろ。来て。いや、だが、いけるはずだ。ちょっと待って、溶岩にさえ当たんなければ。ちょっと待って、待って、溶岩は怖い。飲んで。おお、開いて。これで吹っ飛ばされてあれか。すげえ食らってんのか。おりゃ。よし。お、去ってった。一体ずつであればいける。おい、もう一発無理か。ちなみにこいつって復活するの？復活したらめんどくさいな。1200か。まあそんなに多くはないよね、危険な割には。いっぱい倒してこうレベル上げしていくかって言われたらそういうような相手でもない。これ何、一回ジャンピングしてさ、ゴリオス気づかれてるからな。まずはこいつはやっぱり排除しとこう。いてー。おりゃ、できれば2発で倒したい。よし、両手持ちにすれば2発で倒せる。おりゃおりゃ、よっしゃー。で、ちょっとジャンピングするか。じゃあジャンピング、ローリング、オッケー。待って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 、危ねえ危ねえ。この危険を犯して取ったのに、ゲー、大きなソウルとかマジ微妙すぎる。ジャンピング、ローリング。よし、帰りは高台にいたから楽だね。その代わりヘスト瓶を使いまくったな。先へ進むとまた、え、あれ無理でしょう、あんなん取れないよ。炎耐性とかがやっぱ依存してくるのかな。黒禁止とか装備すれば多少は生きながらえるとか。1万5000ソウルだからね、結構もったいないよね。あ、でも割と1万ソウルくらいだったらたまるんだけど。どうする。ちょっと一応炎耐性上げるか。じゃあ黒禁止にしよう。変えるだけだったら別に大したことないからね。よし、黒禁止シリーズでジャンピングして、ちょっと重いね、大龍がもう外そう、重いから。よし、ジャンピングして即連打して逃げる。ジャンピングして、はい、混沌の炎の種火。あ、種火。
まあ、混沌の武器ってさ、なんかすげえ癖があるんだよね。もうこの1万5000ソーダしょうがない、ロストしよう。こっちのデーモンは復活するんだ。これが何頭だ、ヤギ頭か。これがいい、よいしょ。じゃあこっちの方が体力は少ない。でこの奥ですね、進んでいきましょう。さっきのソウル取りに行く。1万5000、いや1万5000なんてすぐたまるよ。でここもなんか生身だったら侵入された気がするんだけど、まそこまでこだわらなくていいでしょう。いっぱいいるねデーモンが、ま、デーモン遺跡っていうくらいだからね。これでもこっから下に降りられるよね多分。あれ？なんかいる？何こいつ？ちょっと待って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 。おお、怖い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 。大龍がね、叩き潰す。もうヒットポイントがいくつだかわかんないけど。高名な騎士のソウル。あれ？ここら辺ってなんか、ああ、あったあったあった。かがり火ゲット。ブックマークして。なんかこの石像みたいなのもね動いたような気がするんだよな。アイテムがあるからこれはちょっと取りたいね。あ、動いてる。一発で破壊する。高名な騎士のソウル。ん？なんだ？これもう虫？いやよくわかんねえよ。なんかここは突っ走っていこう。おう、ゴリオス。あれ、こっちとかなんかいるね、あいつ。え、いっぱいいる。いって、いつの間に。こいつはそれなりの火力を叩き出してくるからな。ここに来て、あいつが邪魔だな。これ武器が壊れた、マジで。どんくらい？でも結構強くね。それなりの火力は出る。この3みたいなのに当たったのか多分。あ、武器は壊れそう。え、どれが壊れそうなの？ちょっと待って、耐久力を見よう。どれが耐久力？いや、どれが壊れてんの？ファリスの黒弓が壊れそうなのか。ちょっと待って待って待て、あっちのよ。ははは、やっぱりね、めんどくさがらずにきちんと処理していこう。アイテムも回収していく。なんだこいつ、動かねえぞ。ゴリオス。あれ、またこいつら来てんのかい。この炎が意外に鬱陶しいんだよな。どっから来たんだあいつら。勇敢なソウルか。でこいつだね、弓一回飛び降りて落下攻撃ってわけにはいかないか。で向こうにもデーモンがいたよね。ソウルがあるからな、なんか直せるんだったら直したいよな、修理箱的なやつで。ちょっと狭いとことか嫌なんだけど。落とせるチャンスではあるけど、落とされる危険性もあるからね。いって、回復ドリンク。で復活しないのか。え、まだいるの。あっちなんかアイテムか。なんかどっかでさ、突っかかってくんねえかな。よいし
いいわ。ジャンピング、よし。両手持ちジャンピングは強いね、やっぱり。これなんかさ、横から出てきてた気がするんだよね、わしゃーみたいな。くそ、よくしゃくて上からだった。ちょっと、おお、いいね。まああんまり鍛えてないけどね。おい、しかも今度は2匹か。逃げよう。この3だな。ああ、ここにもいたの。行って行って行って。いや、よくわかんない。よくわかんない。来たー。エストを使いすぎてんな。結構射程距離が長い。おりゃ、大竜が多分全然壊れないね。あ、ちょっと外しちゃったよ。耐久力が半端ない。で、ちなみにさ、これこっからさ、火で攻撃するのはどうだろうか。ファリスの弓とかの耐久力がもう少ないんだな。あれ、これ壊れてる、これ壊れるとかあんの。37と超弱え。壊れるとかあるわ。両手持ちにして飛びつく。飛びつけなかった。ちょっと待って、ああ壊れてるわこれ。直せるよね。おら、ひでひで、どんだけエスト使ってんのよ。で、宝箱はチェック。よし、大丈夫っぽい。取ったら出てくるとか。大きな炎の種火。いや、ここにさ、敵に注意って書かれてもさ、もっと手前に書いといてくださいよ。エスト1個でいけるかな。まあ、探索はね、一応これでここはほぼやってるんで、あそこにアイテム見えるけど、なんか有用なアイテムなのか。もうソウルとかになってくると微妙なんだよね。まあ、1万6000ソウルか。いいや、このまま霧の中へ突き進みましょう。確か炎のデーモン的なやつだと思ったんで、エスト瓶1個で乗り切る。これはちょっと危険ないですか。よいしょ、あれ、おお、このドッスンはちょっと離れて、武装の方が戦いやすそうではあるけど、あんまり近づきすぎるとダメージの余波を食らうのか。あっちー、これはそろそろエスト案件だね。あ、だ、ひもり目よ、ひもり目いて。おお、まあそうなるよね。一回ちょっと武器を修理したいね。そうすると、大掛け、緑の大掛け。あ、これこっちから回れたんだ。
で修理。負装は安い。あ、大竜がやっぱ結構高いね。大足もか。よし、OK。これで全部修理は完了した。こっちに呪術の火をつけておこう。よし、大丈夫だね。なぎ払う炎とかあるけど。呪術あんまり使ってない。で、ひもり目のところ一回行きますか。ちょっとめんどくさいけどしょうがないよね。混沌の娘はひもり目だったはずなので。で、注ぎ火じゃなくて、どうすんだっけ。いや、注ぎ火じゃないよ。あれ、どうすんだ。あ、そうだ、この人に話すんだ。この子に話すんだ。レスト瓶強化、ありがとうございます。で、プライオンか。じゃあちょっとまた戻りましょう。転送はできないんで歩いて戻ります。で、ボス戦はやっぱちょっと使いやすい服装でいきましょう。うぅ、さすが大盾だけあって、いって、これロックしない方がいいかな。いって、あれはちょっと横に逃げるべきか。こうだな。よし、ただ回復量です。おりゃ、なぜか蹴ってしまった。よいしょ。これは少し間を取って、よいしょ。ん、これは少し間を取るか。よいしょ、よいしょ。あー、2発当たんない。きちんと、よし、ローリングして回避すればなんとかなる。あっちー、ただヒットポイントが高いからな。よーし、オッケー。いや、不走は強い。何回も言うけど、黒騎士の不走マジで強えわ。デーモンの杖。え、デーモンの杖って何？魔法系だよね、多分。いろいろと失った力が元に戻った。ミスト飲んじゃおう。あれ、これ別に、かがり火とかがあるわけではない。道中はやっぱり大竜が、せっかくね、大竜が鍛えたからね。まあ、使いやすいかって言うとやっぱ振りがねでかいんで使いやすくはないけど、こうやっぱ爽快感はあるよね、こう叩き潰す。あれ、これな、これ上も下もあるけど、どっち、上から行ってみる。どんどんと上に登っていきましょう。こいつらなんて一発わかんねえ。ただ振ってる間にね、攻撃を食らう可能性があるんだよね。モーションが遅いんで、やっぱそうするとね、直剣とかね、レイピア系の方が、まあもちろん振りはいいんで。ただこういうのは一網打尽。ソウルか。で、あれ、上とかすげえ普通に進んでるな。どこへ行くんだこれ。こいつら動き出さない。あ、おお、びっくりした。なんだこれ、エレベーターか。すげえビビった。クラーク、あ、ここに通じて、これでここが動くのか。そういうことね。ちょっとエストビンだけ回復しとこう。10個に。いや、でもこれは楽になったといえば楽になったか。転送でエスト瓶10個にして、で、これをガチャコト。おお、なるほど。そこから下に向かえばいいわけね。待って、4万ソウル。
これどっちだ。俺どっちから来た。少なくともこっちではないと思うけど、行き止まり。こっちは、あれ、どっか、マジでどっから来た。こっちは関係ない。ここは、あ、こっちから来たな。先はこっちか。下に降りるってわけではない。こっち行けるよね。あ、待って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 、みんな死んでんな。これ死ぬんじゃないか。あれ、なんかケツが見える。あ、ここあそこじゃん、さっきのデーモンのとこじゃん。なるほど。じゃあ下っていきましょう。かがり火に触れたからね、敵はちょっと復活しちゃってると思うんで、まあ、1体ずつ処理していきましょう。敵の攻撃が早いか俺の攻撃が早いかっていう、そんな感じ。こいつはなんで揺れてんだ。でも2体目は攻撃モーションに入ってるんで、しっかりと落ち着いて倒す。まあ、こういう時ね、遠距離武器があるといいと思うんだけど、まあ、ファリスの弓とかさすがに弱いからな。完全にもうおびき出すようだよね。お、ここがさらにかがり火か。結構かがり火がちょこちょこある。まあもうこれもやって、レベル上げよう。体力24、よし。こジャンピングとかですぐ降りられそうな気もするけど、なんか怖いよね。まあ、順路通り行きますか。順路通りで、あとはこっちの方になんかアイテムがあるかどうか。なさそう。ないね。切り絵進んでいきましょう。ボスだったっけ。そしたらもう一気に扶桑に切り替えようか。もうちょっと扶桑に切り替えときます。いや、これ本当に黒騎士の扶桑ドロップしてくれて本当助かったわ。騎士が必要。この先なんとかあり、待ち伏せあり。あ、ここであれか、溶岩の上を渡れるなんか装備が手に入るんですよね、こいつ倒すと。ただそうするとさ、寵愛の寵愛と加護は外せないじゃん。ハビルを外すことになるのか。ちょっと上級騎士無理だな。諦めざるを得ない。黒剣士で行く。その間は何だっけ、浮かで、浮かでデーモンみたいな、百足のデーモン。溶岩いけねえからな。どうすんだっけ。真ん中の方で戦いたいんだよね。でもちょっとここジャンプ。うわ、ちょっと減ったけどしょうがない、多少の犠牲はやむを得ない。ここの真ん中の島で戦いたいんだよね。あちゃ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 、危ねえ。そこでエスト飲んで、あとちょっと溶岩に入らないように。当たった。ちょっとロック外すか。ほら見てー。ちょ、待って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 、怖い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 。ほら、うわ、時短だ、を食らった。飲む、うわ、逃げろ。よし、わかんないけど、あんまりじゃあ足元にいすぎるのもよろしくない。やっぱロックかけとくか。エスト飲んでちょっと近づこう。よいしょよいしょ。ダメだ、あっち。ただエスト全然ある、まだ。おお、一発食らうくらいだったら全然大丈夫だな。食らって回復して、よーし、
なんか知んないけど初見で倒したな。黒焦げた塔の実がこれだ。人間性と機関のコッペン、大体倒すと人間性と機関のコッペンが手に入る、ね、これハベル外さないといけないんで、ハベルを外してこれか。いや重い、マジ重いっす。110の78か。黒禁止でいきますか。じゃあちょっとここら辺は、あそうだね、黒禁止でいきましょう。おー余裕、全然余裕てか燃えるでしょ普通に。まあ、減るは減るんだけど全然減りが少ないね。大掛け、いやー黒騎士の服装本当に強えなー。であっち側か。そうするとでも黒騎士炎耐性はあるからね。あれこっちじゃない、いける、え違う、どっち溶岩の中突っ切ってくんだっけ、こっちの方とか。え違うな、あこっちか全然道が分かんなかった。さっきのあの扉みたいのダミーだよね。あこいつがいる、ちょっと待って、先にこっち。ブックマークして、ソラールさん、なぜだこれほど探しても見つからないんだ、なぜだ。てかソラールよくここまで来れたな。この先どうすんだろう、黒焦げた塔の指輪とか持ってんのかね。どうやって手に入れたんだろうな。アイテムとかある。でこっから先はね、そうこのなんていうの、混沌の灰とイザリスに出てきた、出てきたんだけど、なんか超ごっついやつがいるのよ。おいすっげえいっぱい、これどうするかだよな。なんか遠くから弓でチクチク撃つっていうのも、こっちの方まで来れないはずなんで、でかすぎて図体が。で弓の本数がそんなにいっぱいあるわけじゃないんだよな。300本くらい欲しかったけどな。ちょっと一回だけやってみる、こいつ53来た、ここら辺まで来れない気がする。ああそうだよな、当たったんだ、うん、これだよねここでチクチクやるから何本で倒せる。ダメージどこに出てんの、敵がでかいとさ、そうダメージがどこに出てるか分かんない感じ、ね、いや絶対当たってる、当たってるよ。あ倒した2000か。これをチク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 やっていくか。じゃあちょっと見えるやつだけでも。ちょっと届かないな。でね、中継地点みたいなのもあったと思うんだけど、まずはアイテムをゲットしていくか。勇敢なソウル、あちゃ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 、ほんで別にダメージがゼロになったわけじゃないからね。これこいつはの索敵能力がどんくらいかだよな。真ん中の方の遺跡みたいなところにかがり火がねどっかにあったと思うんだけどね。こいつ動くか、ちょっともうここは不走でいっちゃおう。あ不走でも一撃だ、片手不走でも。
これは普通のあれか。こっちはない。ここはいけない。いや、めちゃ近いんだけど、めちゃ近いけど全然気づかれてねえな。あ、気づかれた。あ、この中入れそう、入れそう。ここ行けそうだよね。いける。あ、いける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 。これ一応殴って、英雄の層。あ、なんか来た。お前か。お前だったら全然安心だ。死んでくれ。これだけ、これだけか。なぜ宝箱に英雄のソウルが入ってるのかは分かんないけど、うわ、気づかれてる。気づかれてはいるけど、う、来てる。これどうすりゃいいんだよ、こんなやつ。弓でチクチク戦法しかない。相当近くに行かないと気づかれないね。まあ、待ってこう。一周して気づかれないところを進んでいく。この木の根っこよ。この木の根っこを進んで、奥の方とかさ、ちょっとアイテム見えたけど取ってらんないよな。なんか正直もうこれだっていうアイテムがなかなかないからね。武器はだってこのもう不装とさ、大龍河でぶっちゃけなんとかなるし、防具もまあ上級騎士でいいでしょ。他なんかあったっけ、なんかすげえ強えやつ。黒金士も別に軽いやつとしては優秀だからね。え、これだけ、ちょっと待って俺どっかにかがり火に行きたいんですよ。かがり火に。でもこっからさ、弓で撃てば絶対大丈夫だよね。で、あっちか、あっちの方に行くんだな。その前にこの下、こっから下に行って痛い。よいしょ。こいつらをちょっと排除しつつ、どっか入れるところがあったと思うんで。あれ、ないな。しかも気づかれてるな。あれ、ここなんか、よーし、いいね。みんなメッセージありがとうございます。休んで、で、あのごっついやつはね、倒すと復活はしなかったと思うんだけどな。5万7000あるね。ちょっとレベル上げに使おう。体力、これで体力は25になったね。時給30まで持ってくる。そうすると、もう正直火力的にはね、この筋力で全然いいんだよね。あんまり苦戦してないからね、動きさえ見切っちゃえば。で、すげえすげえいい武器があったかどうか定かじゃないんで、もうちょっとここは先へ進んでいっちゃいますか。どっからどう行くんだ。道を確保しとかないとさ、やられるからね。弓の本数もあるわけじゃないし。これ気づかれたな。どうなってる。地弾だ食らうと絶対やられるよね。いて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 、そんなに強烈な一撃ではない。うわ、ただいて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 、やっぱ強いわ、やっぱ強いわ。撤回撤回全言撤回。ちょっとエストミンを飲んでしまったんで、さて、じゃあ2万7000か。いや、死んでもいいから、ちょっとこっちか。こっから上に上がって、先へ進んでいきましょう。こっち、アイテムは特にない。ちょっとまた、じゃあ大龍河に切り替えていこう。おお、こっち行ったよ。あれ、こっち敵いるね。
あれこいつは敵ではない。こいつは敵。あとこいつらも絶対的でしょ。ほい、ちょっと逃げて、隙あり、隙あり。この下をくぐっていくのかな。うん、いるね、隙あり。あっち熱いけど、さすが黒剣士だな。炎の耐性はそれなりに高そうだ。回復しよう。でどっちから来た、なんかわかんねえ。こっちから来たな、こっちだ。おお、いっぱい敵がわんさか来るね。引っかかってんだけど、今右にちらっと見えた。けえ、狭い。あちゃ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 、ちょっと熱すぎる囲まれた。回収完了。よし、このままもう進んじゃおう。ちょっとこいつはシカとして、いち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 相手にしてらんない。あれ、なんか変なのがいるんだけど、またあれ引っかかってる。げ、来た。こいつ何動くの、なんだこいつ。よくわかんねえけど楽勝だったな。中に入って、こっちか。ん、これ下に降りちゃったらあれだよね。これどこへ行くんだ、これ。こっちからも来れたってこと。うわ、さよなら。なんかよくわかんねえけど、俺と同じ格好しているイザリスの杖。イザリスだったのかな。あっちにもなんかいるね。でこっちは霧だね。これってさ、ボス3万7000ソウルか。いや、これボスだな。戻れる？戻れねえ。心が折れそうだ。まあいいや、行くか。このボスはね、結構特殊でね、なんかコアを破壊していくんだよね。これがあれか、混沌のイザリスか。でコアがあって、このなぎ払いみたいなの食らうとすげえ減る気がする。右のこのコアを破壊していこう。こんな感じでいいんだっけ。これで一つ破壊でしょ。で破壊したコアは死んでも継続するはずなんで、何だったっけ。怖えな。おーおーおお、暴れだした。混沌の炎か。はい、で帰ろう。おー、怖い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 。ちょっと壁際とか死ぬじゃんこれ。おわひどい。さて2戦目、ソウルはもう回収できないな。右の方にあるやつはそのまま左のコアを破壊しに向かいましょう。これ一応5件だ足痛そう。そう、右のコアも破壊されてるんですよね。でおお、このまま壁沿いに進んで、ここはいけないのか。え、どうやって行くの。ジャンプできる、これ。ジャンプで向こう側に渡れるかどうか試してみる。お、待って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 、お、待って待って待って、痛え、すっげえ食らう。
かえか。トウ、いけた、いけたけど、ちょっと待って。あとは、いて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 、ひでえ。ただ、道は見えたね。あそこジャンプして渡れるから、ジャンプして渡って、そのままもう、左のコアに突っ込んでこう。トウ、よし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 、このまま、いて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 。中へ。痛い、ひでえ。これさこのパターン多いな。よし、痛いって。これガードできるの？ちなみに一応ガードできるな。飲もう。飲んでガードしてれば怖くはない。よし、入ろう。よいしょ。あれ、どうなってる？わかんねえ。これで左を破壊して、あとは真ん中。真ん中の足場が崩れるんだよね。それをどうやっていくの？いいね。おわ、おおおおおおお、無理でしょう。まあ一個ずつだね。一個ずつ破壊して。めんどくさいボスだなこいつは本当に。さて残るは真ん中。ちょっと待って待って待って、これやばくないかやばくないかやばくないか。いって。でどこだ。おおで、おお、降りる。ずれた。こいつはね、落ち着くことだね。落ち着いて対処すること。この混沌の炎はひでえ。ひでえ。飲もう。これもちゃんとかわして、なぎ払いが来たらこれもちゃんとガードして。いた。2発くんのか。でこれもちゃんとガードして、でここから降りる。であとはもうダッシュ、ローリングで進んで、ちょ待ってね、一回回復しよう。混沌の炎が来る可能性があるんだけど、でここまで来れば OK でしょう。ほら、あれ、どれよ。倒した、これか。変な虫みたいなやつだね。王のソウルゲット、太陽万歳。よし、いやー一応これでソウルが全部集まって、ここにかがり火ができて6万ソウル。じゃあ転送してまた棺の採地場に戻りますか。これで4つのソウルは全部集まったんで、あとはボスを倒しに行くだけですね。よし、棺の採地場。あ、こいついるじゃん。あれ、どっち？お久しぶりです。父を見つけられない。ご存知じゃないですか。ということではそっちに行ってみます。もう俺はゲームクリアするよ。6万ソウル、まあ何かに使ってから。技量とかあげとく。体力、いや持久に振っとく。筋力に振っとく。最後もういいや、どうせクリアするから。はい、というわけで、混沌のイザリスですかね、倒すことができましたので、次はもうあのボス倒しちゃいます。でその後、今度はね、ちょっと魔法を使ってやっていきたいので、まあ、次回は多分ボスを倒すだけだったらそんなに時間がかからないので、2周目もそのままスタートしていければと思いますので、
まあ、引き続き、まあ、よければ見に来てください。というわけで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。